どうも、ケントです。今日はね、めっちゃいい天気。ちょっとね、風がきついねんけど。で、この、オートモアクションね、新しく買ったアクションカメラ、中国製のね、すごいやつ。これをね、今日持って、初めて、このサムロチェックのね、ちょっとランチタイムに走ってみようかなと思います。じゃあ、早速行きましょうか。じゃあ、どんな感じに映るかね、ちょっと楽しみなんやな。すごくなんか気持ちいいから、いい映像が撮れてると思うけど、なんかね、まだね、マニュアル全部読み切れてないから、本当は、なんか、秒間60フレームでね、撮りたかったんやけど、そのオプションがね、見つからなかった。だから、今回は 2.7K の30フレームで撮影しても、結構手ぶれすごいね。ちょっと気になったのが、この、なんかちょっとね、止まるときとかにね、カコカコカコってなったんですよね。だから、それをちょっと直し方があるのかな、よくわからないねんけど、若干 GoPro と、なんか作動の仕方が違うっていうか、ね。こんな感じ、すごい、なんか、色味もね、若干 GoPro と違うかな。ちょっと、シネマライクな。GoPro っていうのはだいぶ、アーティフィシャルな感じだけど、あれはあれで結構好きなわけよね。あと画角。画角はね、結構僕はこっちの方が好きかもしんない。GoPro よりも。あ、やばいやばい。行こう行こう。モスコニーセンター行こうか。この、オズモポケットじゃなくて、オズモアクションの画角はちょっとね、GoPro と比べて狭いんですけど、大きさ的に結構僕は嫌いじゃないかな。向こう行くか、ちょっと息切れてきてゆっくりやしろ。モスコーンセンター。で、フロントカメラもね、ちゃんとね、できるようになった。後ろのね、バックスクリーンをね、指でトントンと叩けば、こっち側、その正面側のね、モニターに、ちょっと自撮りできるような感じになる。結構これはいいよね。GoPro ではできなかった。わぁ、すごい天気やな。ちょっとここ登ってみようか。よいしょ。階段型どうなるかな、行ってみる。よいしょ。まあまあ、行くよ。おぉ。こんなサモバーね。こんな感じ。まあ、綺麗やな。よいしょ。うわ、もう最高。気温とかもね、ちょうどええわ。これがサモバーか。よいしょ、よいしょ。ね。こっちがターゲットね。行こうか。で、このね、銅像ね。すごいね、気持ち悪いよね。こんな感じ。で、手が握手しようとしてるね。こんな感じ。行こう。で、こっち側行こうか。ごめんね、なんかグネグネして、わざと移動してるような感じだけど、なんか、いろんな道をね。あ、見て、あそこ。SF モマ、サンフランシスコの現代美術館。の上になんか Google マップの印みたいなのが立ってる。これとかだったらどうなるのかな？橋ね。確かマーチン・ルーサー・キング・ウォーターフォールとか。こんなんちゃうかったっけね、名前が。こんな感じ。で、これが、ヤーバブエナセンターって言ってね。広場になってる。あ、なんか子供たちが遊んでるわ、そこで。結構ダウンタウン、綺麗よね。こんな感じで。サンフランシスコのダウンタウンでーす。じゃあ行こうか。よいしょ、よいしょ。自撮りでどうかな。自撮りやったら、手ぶれとかどうなってんのかな。こんな感じで。ちょっとマーケット通りまで行こうか。この通りをガーって走っていったの、マーケット通り。あ、ここのね、メキシコ料理美味しいらしい。見たことないね、今日すごい列ができてるわ。あそこがサラダ屋さん。で、ここをまっすぐ行ったら右手に見えるのが一風堂ね。一
ぶどう一歩堂ちょっとよく撮ってみようか。綺麗でしょ、結構ここはすごく気持ちいい。ぶどう、あんまり人並んでないわ。これじゃあマーケット通りのケーブルカー見に行こうか。ケーブルカーに行きましょう。はい、これがマーケット通りね。こんな感じで、まあお昼時間なんで、人がいっぱい歩いてるけど、なんか少なくない？気のせいかな。で、サンフランシスコにはね、至る所にこういうフォードゴーバイク、これね、時間割で借りれるこうレンタルバイクね。確か20分、2度とかそんなんちゃうかっていうの、なんか忘れたけど。ここか。やばい、ぶつかりそうになった。あっち行こうか。お、なんか音楽してる。音楽見に行こう。ここ結構絵になんない？すごい素敵な感じ。画角がちょっと違うからさ、 GoPro とどうやって映ってるかちょっと分からへん。あ、モニター映ってる。よしこ。おい、赤ですって。よいしょ。お、行け。飲んだ。よし、行こう。よいしょ、よいしょ。あ、こっち鍵やな。まあ、危ないですか、こんな感じです。ここら辺ね、屋台とかね、屋台っていうかな、ミサンガが売られてた。よし、すぐそこにケーブルカーが乗り場があります。風とかどんな感じに入ってんのかな。風切りを、どっかでさ、ランチも買って、なんかランチの動画とかも撮ってみようかな。こんな感じで人がいっぱい並んである。ほら、こんな感じです。すごいいっぱいやな。今日は平日のはずやのに。よいしょ、よいしょ。で、ケーブルカー、バッテリーがね、今走っただけでだいたい 80% ぐらい。まあ、そんなもんかな。GoPro とヘリは同じぐらいかな。よし、ちょっとあっち行こうか。これがね、オファレル通りね。オファレル通りっていうのを向こうに向かいまーす。ちょっと、ペンナロエン地区を、まあ、治安があんま良くないところをね、横切って、戻ろうか。こんな感じでね。おー。だんだんなんかちょっと、こっからね、危険なエリアになってくるけど、ダウンタウンとかね、結構きらびやかなんだけどさ、ここにね、昔ね、日本のビデオ屋さんがあってんの、あそこのカバン屋さんね、ここ日本のビデオ屋さんがあって、ここに住む日本人の人が、いっぱいなんかそこでビデオ借りてたな。よいしょ。まあ昔って言っても20年ぐらい前の話ね。随分昔の話だけど。おお、なんか日本食があった。おま寿司だって。おま寿司って。しょ。ヒルトン。これヒルトンね。これ見てほしい、これ。映るかな、ちゃんと。これ。エンパイアマッサージ。マッサージの字は、ちにてんてんって知ってた？みんな。昔からあるんね、ここね。帝国社店。ちょっと怪しい。よいしょ、よいしょ。だんだんね、ちょっとおしっこ臭くなってたよ。道が。飲みとか荒らされた跡があるし。ね、落書きが増えてくる。落書きっていうか、それ、ストリートアートっていうのかな。
よし、ここ下がろうか。いい機会やから行こうか。これがね、ジョーンズっていうところ。行こう。お、なんか変な人いるわ、前方に。なんかが行われてる。こう、エンダーロイン地区にやってきた。見て、こういう石畳。ちょっと警察官とかいっぱい。ちょっと金やな、戻ろう。まあ、こんな感じね。エンダーロイン地区でございます。いや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 、暑いね、なんか。よいしょっと。ああ、これは何やろ、一体。あのスープキッチンってやつですね。食料を配給してるところ。英語やったらね、スープキッチンって言うんですよね。そういうのを。よし。ここら辺まで来たらもう大丈夫でしょ。エリスとテイラーね、ここ。もうちょっと下っていこうか。割と今走ったところ危険な地域。で、もうちょっと、あっちの方に行くとね、かなり危険な地域があると思うけど。この間もね、なんか変なニュースあったな。あの、物騒のニュースが。まあ、昼間だったらね、大丈夫だと思うけど。夜中とかね、危険かなと思いますね。ここが、テイラーと、なんやろ、エディかな。もうちょい下っていこうか。よしこ。いやいやいや、なかなかインテンスですね。だって ここやったっけな。あ、確かここですね。あのね、サンフランシスコでね、一番あの車の盗難の被害が多いっていう場所、ここ。確かウィキビデオにも載ってたのはティーラーとパーク、ここがね、一番ね、盗難の被害が多いから、基本ね、駐車禁止になったっていうところなんですよ、確かここ。うん、あとこはなんか、駐車禁止やすいけど、止めてる車あるけど、あんまり良くないエリア。ね、ちょっと行ってみようか。ここが危険地域。エリアですね。エンダーロインって書いてるわ。いやいやいや、すごいな。テントタウンあるし、向こうのさ、ショッピングモール行こうか。ちょっとここ気になる、やっぱり。またね、マーケット通りに戻ってきました。いやいや、ちょっとね、怖いね。あっち行こう。よし。行って。じゃあ、ショッピングモール行こう。
バートもね、入っていくよ。下行って。よいしょ。これがね、サンフランシスコベイエリアの地下鉄のカーウェルステーションにいるところですね。よし、ここ。カーウェルステーションもね、あんまりね、最近治安は良くないらしい。なんかドラッグ中毒者がいっぱいいる場所があるらしいんだけど、どこかわからへんね。なんか食べたいものがあんまりないな。まあでもこんな暗証でどんな感じで撮ってるかっていうのも、後で見たいから。ちょっと撮ってみようかなと思うけど。なんかあんまり食欲ないねんな。お腹空いてないから。なんか、後でどっかでサンドイッチかなんか買おう。綺麗なデパートの中のライティングでは、だいたいこんな感じね。もうすごいすごい。なんか、綺麗くない?こんな感じに映りまーす。さて、屋外に出たらどんな感じになるんやろうな。急に明るくなるとこんな感じね。あ、ヤバムエナセンターまでやってきたけど、いやー気持ちいいね。